今日はね、プロジェクトバック9の、解説ですね。今日ビデオがね2本配信されました。私ちょっとうっかりして遅くなっちゃってすいません。まず何枚か入ってる今日のプロジェクトバック、なんかすごい特別な感じでしたね。6枚選んでいただいて、6枚をね同時進行で毎日ちょっとずつ仕上げていくということになります。皆さんのねあのプロジェクトバックの中に多分グレーが3枚、タンタイルアルネサンスが3枚、そしてこの白が6枚入ってますね。なんで、白6枚使ってもいいし、白を3枚とルネサンス3枚、または白3枚とグレー3枚、おはようございます、または、白2枚グレー2枚単体2枚でもいいですねということです。グレー3枚単体3枚っていうのもありですけど、なんとなくこう白が6枚入ってる感じで白使った方がなんかいいのかなみたいな、さっき聞き取れとか聞いてこちらのライブが大変ありがたい、お、そうですか、よかったです。いや私の怪しいですけどねすいませんいつも、はい、というわけで、皆さんねあの使うタイルをまず6枚選んでください。選びましたか。私はねあのちょっと便宜上あのたくさんのタイルに書きますが、あの皆さんはね自分の6枚を選んでいただいて、書いていただければと思います。最初は白からいこうかな。まずねそうですね、最初の感謝から始めましょう。そしていくつかのオーガニックタングルを書いていくということです。でそのねいろいろね重ねていくテクニックとかなんかいろんなことをするんですけど、まあそれを楽しんでねということですね。でこの紙が、入ってますのでこれも使います。で、まずですねペン入ってるものはペン、このねグリーン深緑と、なんかフレッシュなグリーンの05が入ってます。でこれをねジェンダラマークスオペレンダスっていうやつね、これをねマリアさんが書いてくれたらしいんですけど、うん、これを使ってまずこのジェンダラ6枚にマークアップしていきます。まずねこれ真ん中に置いて鉛筆ですね、鉛筆を使って簡単ですよ、1と2と4に印をつける、うん、これをね6枚全部にあります。そしたら、違うね使ってないゼンダラでまずねこの1と2のところちっちゃい方、これアークって言ってましたけど こですね、こを書くようにねつなげていきます、うん、そしてもう一個の、広い方、こっちの広すぎる方じゃないですよってことですね、さっきの印の2と4のところですね、2と4のところもこうつないでいくと。でこれを6枚全部やってください。それではね書いていきましょうね。このグリーンね濃い方の使います。でもしねグリーンない場合は黒でもいいよっていうことでした。ごめんなさい今日もうすごい真っ暗でなんかライトが影がすごい影が、ね、うるさいですよね。ちょっとご容赦ください。なるべく影入んないように描きます、ね、頑張って。そうですね、この形のことねピーポット、まだ豆のさやみたいな、枝豆って言ってましたね枝豆みたいな。そしてこの中にインナーオーラ、内側のオーラを足していくですね。この中にパークっていうねタングル、私の買ってくれた人はねもうやったと思うんですけど、ここにぎっちりね豆を描いていきます。でこうではなくて重なっていくような感じですね。まず真ん中に丸を描いて、でここ両脇にこう重なって入っていく、うん、ここですね。ねえもう天気本当今日すごい雨ですよね。
これを6枚全部に書いていきます。で、間はこうやって塗りつぶして、本当にね、豆が並んでるみたいで可愛いですよね。そう、 OK。 そしたらですね、これで、終わりなんですが、これ、ね、1枚2枚、まあ、グレー4 5 6というふうに書いていきます。もちろんね、白でもいいんですよ。第1段階は1つ目のビデオで終わって、で、2本目のビデオで、そう、今日ね2本ビデオがあったんです。でしかも今日プレパレーションって準備って書いてあったんですけど、準備の割に結構いろいろね長く書きましたね。すごい面白い動画でした。うん、私のもいいですけど、もちろんね本家のやつ見てください。そしてこのね、長いラインの方に上に、タングル書いていきます。で8個のタングルを紹介してたんですけれども、皆さんそれをね全部まず見て、どれがいいかを選んで書いてねということですね。でここのさっき書いた豆のここの豆のところを時計で言うね6時下に置いて、そして、ここの付け根からこう入っていくんですね。でこの時に太陽がね、太陽がこっちにあると考えてほしいってことですね。おそらくですけど、ここに何か明日何か書くのではないかと、複雑なもの。だからここはねスペースを空けておいた方がいいと思います。なんで植物が、ここから入るんだけど、まあ、こっちにも生えちゃうのもあってもいいけど、なるべくこっち側に生えていくようなイメージで書くといいかなという印象を受けました。はい。で最初にポークリーフですけど、そうです。ここのここから伸びていく。まあ、私のよりマリアさんの見た方が全然いいんですけど、リーフがね、うん、こんな感じですね。で大きさに迷うときはここのこの鉛筆のこの幅ぐらいって言ってましたけど、うん、迷う人はそうだけど、もちろんねこんなふうなちっちゃいのができてもいいと思うし、ね、すごく大きいのがこんなのがあったっていいと思いますよ。ちょっとこうめくれてたりとかねしてもいいですね。で、まあ、こっち側の線の上に書く。そしてこっち側に伸びていく。今度またこっちの。こんにちは。ね、もう皆さん書きましたか？もう書いた人いっぱいいると思うけど、私ちょっと遅かった今日。寝坊してしまったとか言わない方がいいですか？本当にね、もうなんかもう時間も日にちも曜日もなんだかわけがわからなくなってきてしまってね。本当にひどい生活ではないけど、なんかもう時間がめちゃくちゃですね。ご飯の時間とかも。OK。そしたらで、ここにラウンディングさせていく感じですね。ここの隙間を。ね、こうちょっと、ディティール。あと、マリアさんはなんかこういうところのちょっと太めに描いて、ここの間にこう、シュッて。言ってましたね。ちょっと私細かったからあまりいられない、うん、まずこれがね一つ目。なんか私のあんまりだな。うん、マリアさんこっちにも書いたかな確か。ここにはね書いてもいいとか言っていいわよってモリーさんがしたかな。うん、いいんです書いて。ここは書いてもいいけど、ここはなんかあんまり書かない方が良いみたいな感じでしたね。うん、なんかいまいち。うん、ポークリーフ可愛かったですよね。そう。そして次。今グレーに描きました私ね。次はもうどんどん描く。もうね、マリアさんも急いで次みたいな感じで描いてましたね。はい、ポークルートもね、同じような感じで、そう。これもね、この豆と同じぐらいの大きさっ
ていう言い方してましたね。そしてこんな風にちょっとなんかこう太めの茎ステムって言ってましたね。ステムってそうね。でも皆さんもう何回も書いてる方、私のポークルートってやつがあると思うんで、もちろんこんなねちっちゃい子がいたって私は可愛いと思いますよ。マリアさんの描き方はこの線の上に一本描いて、もう一個は太陽の方に向かってって感じでしたかね。で次線の上にこんなだったかな、ちょっと覚えてないな。てか外の風がすごくて怖いブオーって言ってる。ね、こんなの書いたりしてたかな。ここのね線の上になんとなくこう乗ってる感じで書いていけば良いでしょう。ね、ちっちゃいのがあってもね私はいいと思うけど、なんか大きくかなるべくなんていうのかな、ちょっと大きいかなって感じるぐらいの方が良いということでした。ここにこういうディティールを入れたりとかするから、ね、ちょっと大きい方がいいのいいと思います私も。大きく描いた方が気持ちいいですしね。で、ここの間にもこう描いていっていいよっていう、どの辺までね何をするのかちょっと分かんないっていうね、まさにミステリーツアーですね。なんで後日何をするのか見てここ足してもいいと思うし、とりあえず今日はこの辺でやめときますか。で、一応ラウンディングってこういうインクだまりみたいなのも入れて、よりこの線がくっきりするような感じに仕上げてました。はい、OK、フィニッシュ。次。リキシティはね、リックさんの誕生日に生まれたやつだったかな。これもこの線の上に、ステム。急いじゃった私今。もう一回やろう。結構ね今日はね太めに描いてたね、こんな感じで描いて、で茎を描いて帽子かぶせて、ここにねまずラウンディングして、ここに今日線入ってましたね。そしてこれをラウンディングする。すいません、今ターンタイルに描いて、ルネサンスタイルに描いてます。で今度これが2つに分かれてるのがあってもいいよと。でもねやっぱりこっち太陽がこっちにあるから、こっち側に向かってって感じですね。で、帽子かぶせて、こういう感じ。おー、すごい風だ。枝分かれして、そうそう、こうやってここにくっついても OK。 ちょっと今日本当見づらくて、でここの先がねマリアさんこんな風になんかうまくできないピヨンとかなってたけど、ここの先っぽはなんかどんな風に処理しましょうね。なんかフェスキューみたいにしてもいいし、こんな感じでどんどん伸びていくっていう感じのリキシティ。これ全部仕上げるの結構時間かかるのか、これ途中でやめてましたね。私も時間かかる。でここの間私はこうちょっとティップル埋めたりするのが好きですね。はい、ネクスト。次、ね、フラックスなんですけど、今度ね、リックのフラックス。リックのフラックス、私はね、今まで普通に、ね、私すごい好きでワークショップでもよくやるんですけど、こんなので書いてたんですけど、もうちょっと今日のフラックスびっくりしちゃった私。すごかったよ。なんかこんな大きいのから始まってましたね。こんな感じ。こんな感じでしたね。
どうだったかな、もっとなんか、まあ、見てみてください。じゃあ私のフラックスにしますね。私はね結構ちっちゃめの書いたりしてたの、こんな風なの書くことが多いんですけど、でもなこんなでっかいのでっかいとか言ってこんなの書いてもいいんだと思って、可愛いですね、すごい植物っぽかった、植物っぽい、うん、伸びてるって感じしましたね。これねあのキャップぐらいの大きさって言ってましたよね。キャップって結構長いんだけどびっくり、キャップってこのぐらいですよね、長っ長い、まあでもいいか、これで、うん、何でも大丈夫です。別にね、ま、あれですよ、マリアさんだからといってね同じの書かなくてもいいし、成富さんと全然違ってもいいし、私のフラックスはこうっていうのね書いてください。もちろん、ね、先っぽが尖っててもいいし、この真ん中の点々がね点々じゃなくたって全然いいんですからね。どうだったか もはや覚えてないですね、私も。こんな感じだったかな、違う、全然違う。この間に丸入れときますかね、うん、でこれもね、まあ、やっぱり左側にはあんまり出ないような感じが良さそうですね。こっち側の太陽に向かって入っていくということです。はい、 OK、 まあ、ちょっとこの辺も足してもいいかな。まあこれはおいおいで、はい、次次また 見づらいけど、次マリアさんのフラックス。マリアさんのフラックスはリックのと違うちょっとこう太ったムーカみたいな、タッチヒール、ね、こんなかな。私あんまり書かないんですけど、これだとムーカでいいじゃないってなってムーカになっちゃうんだけど、うん、こんな感じです。これをねここに書いていきます。どうやって書いてたかな、こんな感じだった。そしてここから生えてまたここにタッチする、うん、ちょっと私もうろ覚えだし動画とはきっと違うはずだけど、まあいいでしょう皆さんもね、まあ、こっち向いちゃってもいいかなって思いますけどね、こんな、うん、向いてたっけ覚えてないけどいいんじゃないですかね、こんな感じ、うん、ちょっとして丸まっていく。ペイズリーみたいって言ってたけど、なんかちょっとそれも違う。あ、なんか変。か、いいか。こうしちゃおう。ね、なんかちょっと変だなと思ったら、それはそれで OK。全然もう気にしない。どんどん行きましょう。楽しいね、可愛いなってやつに仕上げていきましょう。ね、ここもなんかティップル入れれば。すごい風だ、外で働いてる人大変だ、この風でなんかウイルスも飛んでいけばいいのに、どっかにピョンって。おお、嵐、こんな感じですね。 OK、 ね、この間にパンパンに入れていくと、ティップル。ん、初めての禅寺タイルなので書くのが楽しみ。あ、そうなんですね。ちょっとね大きいんでね、大変かもしれないですけど、でも今回のだとね、ちょっとずつ書いていけるし、うん、いいかもしれない。どうですかね、こんな感じでフィニッシュ。次ね、サンプソンってやつですね。まずここからね、茎がどうなってたかな、 こっち側に入ったかな、うん、こんな感じで茎を描いていきましたね。これは本当はあんまりこっちに飛び出したくないかもしれないけど、まあ飛び出して、でこのあとね、このあとですよ、ファンタスティックラインが
ったのか、震えたねラインでこう囲んでいくんですけど、シャキ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 、もうコーヒーをパッてこぼしたみたいな感じなのかな、なんかコーヒーがどうのこうのって言ってた。カップオブコーヒー、シャキシャキシャキ、震えて震えて、なんだろう、レタスみたいな。で私こうなっちゃった場合はもう重なって下にあるかのようにこう書くっていうふうにするとなんかちょっとオーガニックさが増す気がします。でさらにねこっちまたシュッと生えて、でアイキャンディスっていうタングルでもねこういうシェイキーなライン使いますよね。これは多分ねあの絵が上手いとか下手とか、うん、全くもって関係ないような、ブル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 して描きましょうね。うまく描けないって、うまく描けなくて大丈夫ですねこの線はね。ただあんまりこの茎に近づけすぎちゃったりとかしないような方がいいかな。よいしょ、こんな感じですね。はい、これサンプソンっていうタングルです。これはねここにちょっとやっぱりこうインクだまりみたいなのを書いてましたね。そうすることでちょっとくっきりとした感じになります。これもね私はティップルが好きだからティップルでと一緒にこうラウンディングさせてもいいですね。こっちにあんまりはみ出さない方が良かったけど、うん、こんな感じ。そして次スプリングクル、これもすごかったですよね。まず長めのねフェスキューっていう、フェスキューはねこういう、いやこういうタングルですよね。最近よく使ってますね、全タングルのマリアさん、うん、この長いやつ、これもなんか一方方向にこうこっちの太陽のね、太陽こっちなんで太陽に向かってこう生えていく感じ。そしてこれをオーラしちゃってましたね、うん、でもオーラする、私オーラしないバージョンが好きだけど、こうしちゃってこの上にソフトクリームが乗ってる、ピヨピヨンだよね。まあ、マリアさんはね全部こうやってオーラしてたから、まあ、それでもどっちでもこっちの方がでもしっかりした印象になりますね。これが正解っていうのはないんで、私のスプリンクル、スプリンクル、クルって何かしらみたいなやり取りがありました。かわいい、こんな感じ、ね、これも一方方向にこう書いてましたが、私はまあこっち側の方がいてもいいかなって思います。その方がよりオーガニック、でここからこうすごい頭でしたね、マリアさんの描いたやつ、こんななんか面白かったこんなね、今にも倒れそうなソフトクリームでしたね。ちょっと私のあんまりいけてないけどもいいやこの味違う、うん、なんかこう足してもいいよねこんなやつ。何やな、ね、楽しく描きましょう。オッケー、よし、ラストワン、最後ね、バーディーゴー、バーディーゴーか、どうしようかな。じゃあちょっと描き方はこれ2本だったかもちょっと覚えてないけど、ローズマリーのね葉っぱみたいな感じと言ってましたね、うん、で
そしたら次は、こっち側下向きにホリバーっていうねタングルあると思うんですけど、あのドローイングビハインド後ろに重なって入っていく。そしてまた今度上に入る。ん？これで合ってるのか分かんないな。もう一回やるんですよねこれ確か。できんのかな私。まあ、皆さんね、あの人によってこの感覚もまちまちだと思うんで、あのみんな違う感じになると思います。今回本部が遅かった。そう、今回3時ぐらいでしたかね、夜中の。寝てましたね完全に。そう、でそのマリアさんはねこっち側ペロンペロンって2本ぐらいでしたけど、こっちもねちょっとかける方はまあ帰ってもいいかと思いますが、うん、でもなんかこっちはあんまりかきたくないのかなという思いました、うん、ね、こんな感じで書いていくと、これすごい時間がかかるけど、まあでも仕上がりがすごくね素敵なんでチャレンジしてもいいかなと思います。どうしてもね難しいわっていう人はあのもっと少なくてもいいかも。こんなそして葉っぱも大きくしちゃうって、うん、1時半くらいまで待ってたけど寝ました。そうなんだ。私も2時ぐらいまで起きてたんですけどね、もうちょっと頑張ってればよかったけど、 2,3 時半は無理よね。無理ですね。さすがに。そうなんで明日はなるべく私早起きをして午前中にねできればいいんですけど、うん、ちょっとどうか分かんないですね。こうですね、こんな感じでもいいかなと思います。あの難しい人ね。でもう一回上向きやってね、あのたとえね書き忘れがあってもこれ絶対誰も気づきませんので、あの気ままにやるといいと思いますよ。何も考えずに書いてる私今、うん、こんな感じ。あ、なんかはみ出しちゃった。なこれでまあこっち最後まで書く感じですね。というわけで今日はねこれで、フィニッシュになります。何個かだっけ、 1,2,3,4,5,6,7,8 枚で、この中から選んで、全部フラックスでも OK、 6枚ともね、それでもいいし、フラックス3枚の、サンプソン3枚でもいいし、2枚ポークルート、ポークリフ2枚、フラックス2枚、スプリンクル2枚でも OK ということです。私全部違ってもいいかなと思うけど、多分少しある程度揃えた方が多分仕上がりに、ね、一人で多分モザイクをすると思うんで、その時に、綺麗なのかなという予想です。はい、私はね今日全部8枚描きましたが、皆さんはね自分の描きやすいやつとか好きなやつ選んで、ちょっとリキシティはね時間かかるかな、一番もっと大きく描いてもいいのかなとかね、うん、もっと大きく描いてもいいかな、はい、ね、このフラックス楽しかったとか、うん、皆さんも好きなように描いてみてください。ね、今日 これからね6日間、今日も入れて6日なのか分かんないんですけど、まあ、6日間で、ちょっとずつ書いていって、明日は多分このエリアって言ってたかな、まあ、明日やるからって言ってたんで、まあ、書いたり何かが入ったりして仕上がっていくのだと思います。では、皆さんぜひ書いてみてください。それではまた明日会いましょう。見てくれてありがとうございます。